今回は切って炒めるだけの簡単おつまみを作ります。まずはピーマンを軽く洗ってからヘタを切り落としていきます。切れたら種を取っていきます。今回種を取って調理しますが、種にも栄養がたっぷりあるので種も食べれる方は一緒に炒めちゃってもいいです。種を取ったら縦に半分に切ります。切ったらフライパンを温めていきます。中火、ごま油、フライパンが温まったらピーマンを炒めていきます。しんなりするまで炒めていきます。ピーマンがしんなりしてきたら調味料を入れていきます。塩昆布2つまみ、めんつゆ大さじ1、白ごま適量、あとは全体に絡めて完成。お皿に盛っていきます。とても美味しいので試してみてね。